どうもみなさん、もちっともち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 、霊夢ちゃんです。あんこ野郎は黙ってろ、マリサだぜ。おい霊夢、なんで猫がいるんだ？よくぞ聞いてくれました。なんと今回はあの国民的アニメ、ドラえもんの秘密道具を使って、青鬼から逃げてみたいと思います。ドラえもんだと？イエスイエス。ドラえもんはまあ猫だからわかるんだが、秘密道具って何をやるんだ？なんと今回使用する秘密道具は、通り抜けフープです。それを使って青鬼から逃げてみたいと思います。って、あれ？なんでたけしとみかがいるの？もしかして、バグ？みたいだな。なぜこうなったかわからないが、とりあえず図書館の鍵を見つけるっていういつもの作業をやるんだぜ。オーケーオーケー、にしこり系、ということで少しカット。はい、それではやっていきましょう。てか未だに通り抜けフープをどうやるかわかってないんだが。まあ何も言わず、この霊夢ちゃんのプレイをとくとご覧ください。瞬きは禁止ですよ。というのは冗談で、1秒間2000回瞬きしてください。そんなやつ人間じゃねえ。さあいつものように青鬼が来たんだぜ。それでは今からお見せしましょう。この猫型ロボット、ドラえもんの力を。さあ、行く。まさか。通り抜けフープ使う前にやられたー。それでは改めまして通り抜けフープ。行きます。今度は成功させてくれよ。それでは行くぞー。通り抜けフープー。はぁはっはっはー。どうだ青鬼、21世紀のロボットには手も足も出まい。一応説明しますと、改造して壁抜けできるようにしております。ちょっとマリサ、夢を壊すことはやめなよ。これは通り抜けフープのおかげで通れたんです。あ。ひほう。普通にミスってやられる。悲しみのレクイエム。それでは今回はこの辺りで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。